米英戦争のカナダ戦線は、アメリカ合衆国とイギリスが戦った、米英戦争のある時に、五大湖地方とカナダを戦場とした一連の戦闘である。アメリカ合衆国は、カナダ征服が容易なものと考えて、カナダ駐在のイギリス軍の何倍もの戦力を投入したが、イギリス軍が巧みに抗戦し、一進一退の攻防となった。 ナポレオン戦争の奇数が見えた1814年からは、イギリス軍が部隊を増強し攻勢に出たが、大きな成果には結びつかなかった。結局両軍とも目立った成果のないまま終戦となった。アイザック・ブロック少将アメリカ合衆国の指導者は、カナダを簡単に奪えると見ていた。前大統領トーマス・ジェファーソンは、カナダの征服について楽観的に、興奮するだけのことと言っていた。 多くのアメリカ人がアッパーカナダに移住しており、イギリスからもアメリカからも彼らはアメリカの側に着くと思われていた。しかし、そうならなかった。もう少し人口の多いローワーカナダでは、イギリス帝国に強い忠誠心のある特権階級のイギリス人から、また、アメリカがカナダを征服すると、プロテスタントや英国家、民主共和制及び商業的資本主義の古い、 伝統を壊されることを恐れるフランス人特権階級からイギリスが支持されていた。フランス人住民はアメリカ人移民が入ってくることにより良い土地が減っていくことによる損失を恐れていた。1812年から1813年にかけての経験豊富なイギリス軍の戦いぶりは経験の足りないアメリカ軍指揮官をしのいだ。地形的なことから 作戦は主に西部から始まった。エリー湖の周辺から、エリー湖とオンタリオ湖の間のナイアガラ川近くから、及びセントローレンス川地域とシャンプレーン湖から、これが1812年にアメリカ軍が始めた攻撃の3つの焦点であった。モントリオールとケベックを占領することにより、セントローレンス川を切り取ることが、北、アメリカにおけるイギリスの使命を制するはずではあったが、 アメリカ合衆国は西部の辺境から作戦を始めた。これは先住民族に武器を売って開拓者を襲わせていたイギリスに対する戦争を支持する人々が西部に多かったという事情にも寄っていた。イギリス軍はヒューロン湖のセントジョゼフ島の文献隊がアメリカ軍よりも早く戦線復刻を知って1812年7月17日に アメリカの重要な攻撃基地であったミシュガン州、マキノの島を攻略して、初戦の重要な戦果を挙げた。少数の部隊で島に上陸し、マキノとりを見下ろすように大砲を据えた。アメリカ軍は驚いて即座に降伏した。この初戦の勝利で、インディアンの士気も鼓舞でき、多数のインディアンがアマーストバーグのイギリス軍の支援に動いた。 アメリカ軍の准将ウィリアム・ハルが主に民兵からなる部隊を率いて7月12日にデトロイトからカナダ領に入った。ハルは一度カナダの地に入ると名誉を。戦争の機難がお前たちの前にあると言ってすべてのイギリス兵に降伏するよう宣言を発した。ハルはインディアンと共に戦ったイギリス軍捕虜は殺すと脅した。 この宣言はかえってアメリカの攻撃に対する抵抗を強固にすることになった。春は脅しをかけては見たものの、マキノーのイギリス軍の勝利の知らせに接し、ブラウンズタウンの戦いとモンガゴンの戦いで補給線の確保が難しくなったと判断し、2500名の部隊と共にデトロイトトリレに引き返した。イギリス軍のアイザック・ブロック少将は千二百名の部隊を連れて、 デトロイトトリデ攻略に向かった。ブロックは偽の文書を用意し、その文書がアメリカ軍の手に落ちるようにした。その文書にはデトロイトトリデのダッシュに5000名のインディアン戦士が折ればよいと書いてあった。春はインディアンとその拷問や頭皮剥ぎの脅威に怯えた。春はイギリス軍が実際以上に兵力があるものと思い込み、8月16日に戦闘もしないで、 デトロイトトリデを明け渡して降伏した。ブロックはアメリカ軍の将軍スティーブン・バン・レンセリアが2回目の侵略を試みているエリーコの東端に移動した。この時、アメリカが抗議していたイギリスの数密隠励を放棄することでプレボストが停戦を実現できるかもしれないと期待して採用した一時的休戦によりブロックはアメリカの領土を侵すことはなかった。 この休戦期間が終わると、アメリカ軍は10月13日にナイアガラ川を越えた攻撃を行ったが、クイーンストンハイツの戦いで、停滞敗北を起死した。この戦いの間にブロックが戦死した。アメリカ軍の職業意識は、戦争が進むにつれて改善されていったが、イギリス軍の士気は、ブロックの死によって大きく影響された。1812年のアメリカ軍最後の試みは、 ヘンリー・ディアボーン将軍がシャンプレーン湖から期待進行するというものだったが、アメリカの民兵はアメリカ領から出ていくことを拒んだので失敗した。アメリカの民兵とは対照的にカナダの民兵はよく働いた。フランス系カナダ人は合衆国内で紛争の種になっていた反カトリックの立場をとり、アメリカ独立戦争でイギリスのために戦った王道派は、 アメリカの侵略に強く抵抗した。しかし、アッパーカナダの人口の大半は近年入植したアメリカ人であり、イギリスに対する目に見える忠誠はなかった。アメリカ軍の侵略に同調する者もいたが、アメリカ軍はイギリスに対する忠誠心の強い者たちから激しい反抗を受けることになった。春の降伏によって、ウィリアム・ハリソン将軍が、 アメリカ北西部領土のアメリカ軍主機関となった。ハリソンはイギリス軍のヘンリー・プロクター大佐が小人族のテカムセと組んで守るデトロイト砦での奪還に動いた。ハリソンが放った文献隊が1813年1月22日、レーズン川沿いのフレンチタウンの戦いで敗北した。プロクターは捕虜をあまり護衛もつけずに置いたので、 同盟インディアンが捕虜を攻撃して殺害することを防げなかった。およそ60名のアメリカ兵が殺害された。この事件は、レーズン川の虐殺という名前で知られることになった。この敗北でハリソンは、デトロイト取り出奪還を諦めたが、レーズン川を忘れるなという言葉が、アメリカ軍を鼓舞させるものになった。エリー子の古城戦1813年5月、プロクターとテカムセは、 オハイオ州北部のメグズ砦を包囲した。アメリカ軍の援軍がインディアンに敗北したものの、砦は守られた。インディアンは包囲を続けられず分散し始めたので、プロクターとテカムセはカナダに戻るしかなかった。7月に再度メグズ砦を攻めたが、これも失敗した。プロクターとテカムセはインディアンの士気を上げるために、サンダスキー側の小さなアメリカ軍基地である。 ステファンソントリデを攻めたが、大きな損失を伴うことになり、オハイオ方面作戦を中止した。エリーコでは、オリバー・ハザード・ペリー隊員の指揮するアメリカ軍が9月10日のエリーコの古城戦で勝利した。この決定的な勝利によって、アメリカ軍はエリーコを支配し、負け続けだった軍の指揮を上げ、イギリス軍はデトロイトトリデから撤退することになった。 さらに続いてハリソンはアッパーカナダへの侵攻を試み10月5日のテムズの戦いでの勝利に導いたこの戦いでテカムセが戦死したテカムセの死によってデトロイト地区でのイギリス軍とインディアンの同盟が消滅したこの後アメリカ軍はデトロイトとアマーストバーグを支配することになった陸路の情報伝達が困難であるため 五代ことセントローレンス川回廊が重要なことであり、両軍とも1812年から1813年にかけての冬は造船に励んだ。アメリカはイギリスよりも造船能力がはるかに勝っていたが、開戦前はこの利点を生かせず、イギリスの後人を廃していた。1814年9月までにイギリスはこの米英戦争中では、 最大の戦艦 HMS セントローレンスを浸水させた。1813年4月27日、アメリカ軍がアッパーカナダの首都ヨークを焼き打ちし、議会議事堂や図書館を焼き払った。しかし、イギリス軍のセントローレンス川沿いの補給と情報伝達には、オンタリオコの東端キングストンの方が戦略的に重要であった。キングストンを支配していなければ、 アメリカ海軍は効果的にオンタリオ湖を支配できず、ローアーカナダからのイギリス軍の補給線を分断することが叶なわなかった。5月27日、アメリカ軍の水陸両面作戦によりオンタリオ湖からナイアガラ川北端のジョージトリデを攻撃し、大きな損失もなく占領した。しかし、撤退するイギリス軍を追わなかったために大量の脱出を許し、 再組織されたイギリス軍が6月5日のストーニークリークの戦いで反撃した。6月24日、王答派の女性ローラセコールの通報に助けられて、イギリス軍はビーバーダムズの戦いで、イギリス軍とインディアン合わせても、数的に劣勢であったにもかかわらず、別のアメリカ部隊を降伏させた。アメリカ軍はアッパーカナダの進攻を中止した。12月10日、 アメリカ軍の将軍マックルアによるニューアークの焼き打ちは市民の家屋が主に破壊されたためにイギリス人やカナダ人を怒らせた。多くの者は隠れ場所もなく雪の中で凍えて死ぬ者も,もいた。これに対する報復としてイギリス軍は12月30日にニューヨーク州バッファローの街を同じように破壊した。オンタリオ湖では ジェームズ・ルーカス・ヨー教が1813年5月15日に指揮を取り、アイザック・ショーン・シー指揮のアメリカ軍よりも行動性にはトムが攻撃性には劣る部隊を作り上げた。ヨーとジョージ・プレボスト総督が仕掛けたサケッツ・公の戦いは反撃された。8月と9月に行われた3回の古城戦はどれも決着がつかなかった。1814年にヨーが作り上げた。 戦艦 HMS、AH、セントローレンスは、東西大砲112門の一級戦であり、イギリスの水軍力を優位にし、オンタリオコを支配させた。米英戦争を戦ったイジコイ族の古参兵、イギリス軍にとって、セントローレンス川沿いの一帯が、潜在的に脆弱な地域であり、アッパーカナダと合衆国の間の前線になった。戦争の初期、 川を越えての不法な交易が多く続けられたが、1812年から1813年にかけての冬、アメリカ軍は川のアメリカ側岸にあるオグレンスバーグから一連の襲撃を行い、イギリス軍の川を遡上する補給部隊の邪魔をした。1813年2月21日、ジョージ・プレボスト総督はプレスコットからアッパーカナダのための増援部隊を連れて、 川の向こう岸に上陸した。プレボストが翌日立ち去る時に、増援部隊とそこの民兵が攻撃を仕掛け、オグデンスバーグの戦いで、アメリカ軍を撤退させた。戦争の残り期間、オグデンスバーグには、アメリカ守備兵がおらず、オグデンスバーグの多くの住人が戻ってプレスコットとの攻撃を行った。このイギリス軍の勝利によって、セントローレンス川上流には、 アメリカ正規兵軍がいなくなり、イギリスはモントリオールとの連絡を確保できた。1813年、遅く、アメリカ軍は多くの議論の後にモントリオールを二方面から襲撃しようとした。最終的な作戦は、ウェド・ハンプトン少女がシャンプレーン湖から北へ行軍し、オンタリオ湖のサケット港から船で下った、ジェームズ・ウィルキンソン指揮する部隊と合流するというものだった。 ハンプトンは悪路に阻まれ、補給物資の問題もあり、また彼の作戦を支持することに条件をつけた、ウィルキンソンをひどく嫌っていたために遅延した。10月25日、ハンプトンの4000名強の部隊が500名足らずのフランス系カナダ人志願兵とも、ホーク族からなるシャルルド・サラベリーの部隊にシャトーゲーの戦いで打ち破られた。 ウィルキンソンの8000名の部隊は10月17日に、新発したが、悪天候のためにやはり遅れた。ウィルキンソンは、ハンプトン部隊が遅れていることを知り、イギリス軍のウィリアム・マルカスター隊とジョセフ・ウォントン、モリソン中佐の部隊が自部隊を追っているという情報を得たので、11月10日、モントリオールからは 150km 上流のモリスバーグ近くで上陸した。 翌11月11日、ウィルキンソンの公衛2500名が、モリソンの800名の部隊とのクライスラー農園の戦いで反撃され大きな損失を負った。ウィルキンソンは、ハンプトンが前進を諦めているのを知り、合衆国領に戻り、冬季宿営地に落ち着いた。ウィルキンソンは1814年のラコールミルズの戦いで、イギリス軍基地の攻撃に失敗し、辞職した。 1814年の中頃までにアメリカ軍のジェイコブ・ブラウンやウィンフィールド・スコットといった将軍たちがアメリカ軍の戦闘能力と規律を劇的に変革させた。その新しくなった攻撃でナイアガラ半島のエリートリデを占領できた。スコットは7月5日のチッパワの戦いで同じような戦力のイギリス軍から決定的な勝利を得た。 さらに進軍しようとしたが7月25日のランディーズレームの戦いは激しい戦闘後に引き分けに終わった。アメリカ軍は一旦撤退したがイギリス軍によるエリー取りで包囲戦を持ちこたえた。アメリカ軍は食料が不足してきたのでナイアガラ川を越えて撤退することになった。一方、ナポレオン・ボナパルトの退位によりイギリス軍は ウェリントンの部下である4人の有能な将軍たちの下に1万5千名の将兵を北アメリカに送ってきた。その半分近くは半島戦争の古参兵であり、残りも守備隊から来ていた。この軍隊と共に合衆国に対して攻勢をかける指示書も届いた。イギリス軍の戦略が変わり、アメリカ軍と同じように急戦交渉のための利点を求めるようになった。 総督のプレボスト卿はニューヨーク州とバーモント州に対する侵攻の指示を受けた。プレボストはアメリカ軍よりもはるかに強力な大部隊を侵攻させた。しかしニューヨーク州プラッツバーグに到着すると急遽建造された搭載大砲数36門の軍艦コンファイアンスに上艦したジョージドーニー艦長の率いる艦隊の到着が遅れたので攻撃を見合わせた。 プレボストはドーニーに次期焦燥の攻撃をかけさせてしまい、期待していた陸軍の援護を得るのに失敗してしまった。ドーニーは9月11日のプラッツバーグ湾で行われたプラッツバーグの戦いで敗れ、ドーニー自身も戦死した。アメリカ軍はシャンプレーンコの支配権を確保した。後の大統領セオドアルーズベルトは、米英戦争の偉大な海軍の勝利と称えた。プレボストは、 その上官も驚いたことに、海軍の優位性がなくなった後では、アメリカ領内に止まっているのは危険に過ぎると言って、退却してしまった。プレボストの性敵や軍隊の中の敵が彼の悲鳴を強いた。ロンドンで開かれた海軍軍法会議では、プラッツバーグ湾海軍の生き残り士官の証言で、この敗北は、基本的に、プレボストが、艦隊に時期焦燥の攻撃をし、 予定された陸軍の援護を得られなかったとした。ところが、プレボスト自身の軍法会議が開かれる前に、プレボストが休止した。カナダ人がブロック指揮下の民兵は功績を挙げたのに、プレボストはできなかったと主張したため、プレボストの評判はさらに下がった。しかし、近年の歴史家はプレボストの評価をより有効的に捉え、ウェリントンとの比較ではなく、 アメリカの敵との比較で評価している。限られた資源でカナダを防衛するためにとったプレボストの準備は活力的であり、着想がよくまた総括的であり、勝ち目の少ない中でアメリカの侵略を妨げるという重要な目標を成し遂げたとした。1813年のヒューロン湖では特に注目すべきことがなかったが、エリー湖の戦いでのアメリカの勝利でこの地域の イギリス軍が孤立していた。冬の間に、ロバート・マクドーアル中佐式のカナダ人部隊が、ヨークからジョージア湾の乗った技がおヘる、新しい補給船を開発した。マクドーアルは、補給物資と増援部隊を連れて、マキノおトリデに行き、さらに西部の交易基地、プレイリー・デュッシエンの再確保に文献隊を送った。 1814年7月20日のプレーリー・流ュシエンの戦いはイギリス軍が勝った。1814年、アメリカ軍は薪のトリデを奪還するために5隻の船で部隊を送った。正規兵と民兵の志願兵の混成部隊は8月4日に島に上陸した。この部隊は九州もかけず、薪の島の戦いでインディアンなどに打ち破られ撤退した。 アメリカ軍は8月13日に乗ったワサガワンに新しい基地を発見しすぐにその防類とそこで見つけたスクーナを破壊した。この部隊はミチリマ機能を封鎖するために2隻の砲艦を残してデトロイトに戻った。9月4日、この砲艦がカヌーと小さなボートで忍び寄った敵部隊に乗っ取られた。このヒューロン湖の戦闘の結果、 マキノをトリではイギリスの支配のまま残った。プレーリー・デュシエンのイギリス守備隊はザカリー・テーラー少佐の攻撃をしのいだ。この遥か離れた前線ではイギリス軍がインディアンに武器や贈り物を流していたので戦争終結まで支配を続けた。ありがとうございます。